秋の味覚、さつまいもを使ったお菓子の専門が長野県上田市に今月オープンしました。レン、最終日の20日も賑わっていました。店の前に異行列、客、フェイスブックで知ってきた。芋、好きです皆さんのお目当ては、さつまいもをリッと揚げて塩をまぶした、フライドポテト、県産小麦100%の皮でさつまいもを包んだ、お芋、んじゅう、上田市に、 今月10日にオープンした芋、小専門店、ことぶき商店です。さつまいも好き、店主が、子供からお年寄りまで1年を通して、石芋菓子を食べられるようにと、はじめま、た、客、蜜芋を1種類ずつとおまんじゅうをこう、させていただきました。オープンしてから2日に来たんですけど、リピートで、名物は、蜜芋は、茨城県産の、くれないはるかを使用し、油で、 チック、揚げた後、特製のタレを絡めた一品です。そし、てこの時期に食べたくなる焼き芋は、特製だレ、一番漬け込んで石焼きに、蜜が中から溢れ出ると、甘く仕上がっています。リポート、とってもいいですね。しっとりなめらかで美味しいです。パリ焼き芋を食べると、秋を感じますね。シュ、末永祐樹さん、サツマイモは、いろいろな、締め方ができると思います。 私たちも美味しい芋菓子を提供できるように頑張っていきたと思います。